ポーエデューペイドラドゥール大学は、フランスアキテーヌ地域県ピレネーアトランティック県ポーに、本部を置く、公立大学。通称ポー大学。1972年に、ポーに設立されたが、アドゥール川沿いのバイオンヌ、タルブ、モンドマルさんにもキャンパスが置かれている。ビラ・ローレンス1947年、ロバート・パブラフスキーとディーン・ビジオズによって、ポー中心部に、 法律学校が設立された。1972年には、ポーエディュ・ペイド・ラ・ドゥール大学が正式な大学として認可された。学生数は約1万2000人であり、フランス南西部では、ボルドー大学とトゥールーズ大学に次いで3番目の規模を持つ。ポーキャンパスの管理棟、ピレネーアトランティック県の県とポーにあるポーキャンパスは、ポー大学最大のキャンパスであり、 約9000人の学生を有する。半円形の建物の管理棟に学長室が設置されている。このキャンパスは、ポー市街地の北部に位置し、市中心部から約20分の距離である。ポーキャンパスには、人文科学科、法学科、理学科の3つの学科、工学研究所、国立高等産業工学学校、経営管理学校がある。科学に特化した大学図書館、 法学、人文科学に特化した大学図書館の2つの図書館がある。大西洋のビスケーワンに近いバイオンヌにはバイオンヌキャンパスがある。このキャンパスは2箇所に分かれており、2500人の学生を持つ理学科、学際プログラム、工業技術短期大学がある。ラングドックルシオンイコールミディイコールピレネー地域圏のタルブにはタルブキャンパスがある。このキャンパスには、 人文科学科、700人の学生を持つ、理学科、スポーツ学科などがある。ランド県のモンドマルンにある、モンドマルサンキャンパスには、約300人の学生を持つ、法学科とアイオットがある。ポーバイオンヌ・タルブ・モンドマルサンボルド・トゥールーズ、パンプローナ・フランス南西部における4キャンパスの所在地、出展、公式サイト。ありがとうございます。